じゃあもう作っちゃおうか。この溶けたプラスチックで合成と。あ、できた。これなんだ？槍とか作れるんだ。へえ。オッケー、鍵作れた。まあ、けどね、鍵ってね、耐久性があるんですよね。確か一回扉をくぐるごとに、何パーだろう？ 10% かな？持ってかれるんですよ。いずれ壊れる。で、あと、ついでにあれ作ろう。これですね。金製品ポーチ。これ持ってると、持ち物ゲートあるじゃないですか。あそこを通れます。何持ってても。まあ、これも耐久力があると。まあ、ただこれはね、強化ができるから。まあ、材料持ってないけど。で、早速、鍵を入手したので、あそこ、行ってみましょう。下。あーって思ったけど、あれだ。あー、刑務作業これ無理だ。いけない。ここですね。こっから、まあ、鍵、手持ちにあれば通れるので、ここで、通ると、OK。あ、やっぱ 10% 減ってるわ。で、どんどん下まで行ってみましょうか。靴下ハンマー。あー、ここ普通の扉。もっと下行きたいんだよな。なんだこれ。ここも赤の扉だな。これ扉の先に何があるかなんだよな。ただ行くだけだったらもったいないから。で、今2階か。これなんだ？これドアか。あれ、これ、これ以上下行けなくない？あ、これ以上下行けないっぽいな。階段が続いてない。けどなんか地図はあるんだよな。行くだけ行くか。せっかく鍵もあるし。え、境界線突破ってどうやってやんだろう？え、通れない。なるほど、緑の鍵があれば行けるのか？なんだ？この先脱獄だろ。え、これどこに続いてる？緑の鍵と青の鍵。あ、緑は誰でも通れるから青の鍵か。あ、水色の鍵があれば、ここから出れる。ワンチャンあるな。うわぁ、ちょっと、マジか。鍵もう一個作んなきゃいけないかも。じゃあ今度水色の鍵を探しましょう。じゃあここら辺に看守いない？いないな。うん、水色の鍵を作って、あ、違う。緑も必要なのか。めんどくさー、これ。ここ通りたいんですよ。ここ通って、そこのゲートを通りたくって。うわ、鍵あと2つ必要？ことは、溶けたプラスチックとパテの塊があと2つずつ必要か。めんどくさいね。誰かから買うか。お金持ってるし。お金150円あるのか。大金だな。あー違う、持ってない。持ってないな。これもしかしたら場合によっちゃ、境界線突破じゃないかもしれない。あの先が出口だったら、まあ多分、ピッケルとかいらないだろうし。あった、歯磨き粉。あ、やべ、シャワー間に合わない。間に合うかな？ん？シャワーどこ？あ、やべ、道間違えた。いや、下か。ちょっと待って。おっ、ぎっきり間に合う。はい、セーフ。ここで捨てたライターが役に立つとは。あ、くしあった。オッケー、これで育ったじゃない。揃った。うん。パテの塊と、溶けたプラスチック2種類ずつ作ったので、お前やるか。おこ、監視おこ。やるわ。もう一回。あとワンパン。よし。おこやった。水色こいつ。水色取って、落ち着いて、そこね。オッケー、で、返す。いらない。これマジでね、盗みっぱなしだとね、一発アウトなんだよ。なんか手配度3ぐらいつくのかな。まあ、寝て手配度的な左下の数字を減らそう。まあ、あとはね、ロッカーに入ってたりしても、下がっていきますね。まあ、ベッドは体力も回復できるんで、一石二鳥。まあ、70までいったらいいかな。知らんけど。で、一旦これ預けに行きたい。これで水色の鍵を作る。こいつやるか。キャセイウやろう。よし。こっち来い。パンチ！ちょ、待って。パンチ！よし、勝った。あ、天才か？こんな順調に行く？黄色ゲット。ついでに鍵も作っちゃおうか。はい、作る。で、本物の鍵はいらないと。これね、比較すると分かりやすいね。プラスチックの鍵と本物の鍵。で、あとは寝て待つか。この後、点呼、9時から点呼でもう就寝だから、ま、明日 ?4 日目で行きましょうか。ワンチャン脱獄できるのかな？すげえ、鍵3種類なんて初めて見たかもしんない。はい、4日目。金製品ポーチ、警棒、鍵全部持つか。一応全部持ってくか。で、行きましょう。まあ、一旦点呼ね。点呼は行かないと殺される。OK。
あ、ここだ。ここっすね。緑の鍵で。あれ？あ、緑の鍵か。あー、やらかした。緑の鍵か。先に言ってよ。黄色作っちゃったじゃん。最悪。ちょっと黄色の鍵じゃないや。緑の鍵、大忙しで作ります。黄色の鍵ってさ、一番いらなくね？今思ったんだけど、いくらでも手配りできるじゃん、鍵なしで。え、何のためにあるんだろう、黄色の鍵。はい、パテの塊作れました。まあ、これで黄緑色の鍵を持ってる監視を探すわけだけど、誰が持ってるのやら。監視どこにいる？監視全然いねえな。ウィット、ウィットコン、ファイト。よし。先制攻撃、チャージ攻撃、待って、監視カメラある。オッケー、やった。あー、キーカードが違うな。エナジードリンクだけもらおう。め、MC キャシー。あ、やべ、待って、監視いるわ。あ、下か。よかった。チャージ攻撃。あれ、当たんない。当たった、オッケー。あ、紫違うな。やばい。全然見つからん。あぶねえ、監視。あ、いや、監視。あー、黄色か。ダメだ。このメガネかけたやつ。よし、オッケー。ターゲットした。死ね！もう一発。ほら、あれ、こいつガードうまい。よし。赤違うな。殴ろう。殴ってこっちおびき寄せて。あー、監視カメラ映ってる。オッケー、やれた。赤違うんだよ。強心剤もらおう。ジェグス、対戦よろしくお願いします。オッケー、もう慣れたもんよ。緑色ある、緑色ある。ちょっと待って、ピックス、お前邪魔すんな。あ、やべ、やられた。と間に合わなかった。ちくしょう。マジか。でも水色、あ、緑見つけたからな。あ、じゃあ逃げればよかった。いや、鍵作ったんだけどな。これを取られるんすよ。捨てらんないし。うわー、ダリエ施設封鎖。鍵の紛失に気づかれた。あ、あれ、あ、鍵返してないのか。いや、やっちゃったな。あ、鍵返してないから、どうすんだろう、これ。殺される？これ。これ、鍵探してる、犬が。あ、まあ、特に盗まれてはないか。いや、また、溶けたプラスチックとか、パテの塊作んなきゃいけない。あ、下がったな。いやー、星1になっちゃった。天狗か。あの、緑色の鍵盗んで、で、僕が取って、それを誰かに、それを没収されたから、鍵の場所わかんなくなってる。あ、ちょっとやだな、それ。めんどくさいな。また緑の鍵見つけるところからか。やべえ、もう一人来た。やべ。ちょ、待って。邪魔、邪魔、邪魔。邪魔だよ、お前。ちょ、待って、待って、待って。まあ、でも、落ち着け。ワンパン。いや、これす。オッケー、やれた。あ、取っちゃった。あ、水、こいつ緑、こいつ緑、こいつ緑、緑取って、緑取って。50ね。おしよしよしよし。返す。いらない。オッケー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 。待って、あの、監視服ちょうだい。あ、取れなかった。取れなかったし、トンカチあげちゃった。あ、違う。よし。鍵作ろう。鍵返したよね。オッケーオッケーオッケー。あ、監視服まで欲しかった。あ、ちょっと待って。あ、バレなかった。ついでに物的証拠をなくしとこう。トンカチ流しとこう。あ、やばい、勝手に入るんじゃないって言われた。痛い。これまずくね。帰れる。やば、追っかけてきてるわ。あいつやるしかないか。あ、見失ってる。オッケー、見失ってる。ちょっと一旦落ち着こう。セーブ。で、鍵預けたい。これいらないもん。メリケンサック。あ、もう鍵4種類揃ってるよ、この人。また脱獄できてないですか？じゃあ今日の、決行は今日の15時ぐらいで。ちゃんと緑の鍵持ってる。青の鍵もある。よし！入ったぞ。よし！で、ここも金製品ポーチがあるから、通れると。オッケー、完璧。これどうなるんだろうな。本当にこの先はわからない。はい、もう一個下？今3回、あー、そうだね。2回、開く、脱獄する？
空気穴付きゴミ袋を置かないと。うわマジか、なんかアイテム必要なのか。こっちは高すぎる。え、脱獄できないのこれ。いやマジか、ちょっと戻ろう。こんな苦労したのに出れないのか。昼食はもうサボるから探索しよう。あ、これ昼食ダメ？ダメだって。まあ、とりあえず監視服奪うか。監視服よこて。結構ギリギリ。よし。で、もう一回ちょっとぐるっと回りたいんだよな。この人鍵4種類持ってて、まだ出れてないのか。これそういえば上行くか。上行って、あ、違う、下か。上は行ったわ。これ確か上行ったから、このまま下の方行ってみるか。下の方にもね、なんか施設があるんだよね。ここ。ほら。こっち見てみるか。これ上行ける？上行けるな。鍵の耐久値もちょっと気になるからな。めっちゃ上行けるじゃん。ヘリある。え？脱獄できる？これ。もしかして。あ、行けた！あ、なるほどね。あー、これ多分境界線突破だな。ピッケルとか使わないバージョンか。なるほど。このままヘリで逃げられんのか。うわ、一番いい脱出方法じゃん。はい、境界線突破。オフショは海上監獄か。脱獄成功。気絶させた回数15回。日数5日間かかってる。あ、意外と A なんだ。へえ。アイテムとかいっぱい作ったからかな。はい、ということで、中級クリア。オフィショは海上監獄、脱獄成功。ということで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。